にちは、みほとけです。ナムー。みほとけ、今回念願だった東京にできた新しい大仏、宝光寺の六夜大仏さんを拝んできました。これなんと、あの鎌倉大仏の身長を超える大きさで、総工費4億円もかかってるんですよ。2年前に作っている最中を取材で行かせていただいたことあったんですけど、出来上がった姿っていうのは去年の4月にお披露目されてからまだ一度も拝んでいなくて念願です。女流仏像イラストレーターの田中ひろみ先生と一緒に行ってきています。どうぞご覧ください。どうも、今日は福生駅に来ています。そして、はい、田中先生今日はとあるお方に会いに行きたいと思います。はい、田中先生と車で大仏に向かってます。はい、出発本堂の敷地の横のと道路をぐーっと登ってきて、はい、いる、確実にいる。六夜大仏見えてますね。あそこあそこ山の中をかき分けて先にババーンといるっていう、本当森の中に一体となってます ね。説法を説いてる時のお釈迦様ってこんな感じなのかなって思いますよね、うん、去年の4月8日お釈迦様の誕生日にそのラッキー法要というかオープンをしたので、まだ1年足らず、この取材に来た時はその前の住職さんだったんですけど、もうとりあえずこの大仏様を完成させるのが大変だったと。でもこれができるのがとりあえず僕の目標で、その次はこの前の庭園、大仏様に至るまでの道を整備して、いろんな人に集まってハイキングの一環にしていただく場所にしたいみたいな、超熱意こもってて、で今来たらちゃんと整備されてるじゃないですか、公園がちょっと胸熱ですよ。素晴らしい、はい、さあ念願の六夜大仏様にやってきました。ついにこの参道です。やっほー先ほどからね、あのここの売店の方にお話いろいろ聞いたりすると、六夜大仏様は昨年にお姿が誕生してからかなりですね、いろんな団体客だったりに愛されて愛されて今日までやってきて、いろいろ発展してるんですよね。この西参道から回って大仏様まで歩いて、その後大仏様からさらに下っていくと鹿の湯っていうかなり優勝のある場所があるらしいので、そこも探検してみましょう、ね見えてるのになかなかたどり着けないっていうもどかしさがありますね。ね、あでもなんかそれが大仏の醍醐味。さあ歩いている脇道のこのせせらぎの美しさよ。これ去年の台風の時結構土が入り込んじゃって、ダメかなと思ったけど結構ね、葉が出て、花もちょっとね。咲いてるし、お、ちょうど紫陽花が綺麗。紫陽花が綺麗に見えるように周りを今でもね、草を買ってね、泥だらけになって。ありがとうございます。おかげさまで。すごい楽しませていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。じゃあここでちょっとブーンと工事の音がしてますが、宝光寺のご紹介です。宝光寺さんは1478年に建てられましたと、初めは天台宗のお寺だったんですけども、途中から曹洞宗になった。その江戸から明治にかけていろんな火災でこのお寺の立派な建物は全部総門以外失われちゃったんですけども、第32代目の住職が7棟の建物の伽藍を全部建て直して、で最後大仏まで作る一歩手前で世代交代してしまったと。ということで昨年度33代目の住職が見事大仏導入を成し遂げたということで、さあやってまいりました。行きますよ、横顔ね、ドーン、すごい木のね間にすごいドンと、いやー立派、堂々たるお姿、ものすごい姿勢がいいのが分かりますね。本当です。こう前鏡になってる大仏様もよくありますけど ね、鎌倉のね。なんかこの大仏様のとこ作るときに模型をまず作るじゃないですか、そしたらその模型をもとにその制作するお寺の皆さんで地面に寝そべってまず見上げたらしいんですよ。下から見えてかっこよくないといけないって言って。そう、確かに大仏さんはね見上げる存在ですもんね。そうそうそう、
この道はどこに続くんだろうっていうね、なんか見晴らしのとってもいいとこについて、サマーランドも見えますからのチャッチャラン、ついにお目見えです。あ、すごいすごい、うわイケメンね、すごい整った顔立ち、ね、かっこいい、うん、こんな高いところに大仏様がいらっしゃるって、もう大仏さんの目線ってすごいですよ。東京中を見渡してると思いますよ。はい、到着です。そしてわー、ありがてー、できてまだ2年目の大仏様ですけど、すごい貫禄。いやーかっこいいです ねすごい、なんかここにいると目線が合う感じでね、合いますね、しっかり見つめてもらってますね。私笑ってるように見えますね。そうですよね、優しい感じがしますよ ねここのね、左肩の衣がちょっとぷよってこう、はい、そう、この動きがちょっとそこだけ感じられますよ ね、そうそうそう、こうクイックニってなってる感じが、結構衣のひだとかの感じもリアリティがあるっていうか、近代物なんだなっていうのはそこに感じますね。でもなんかこの色がすごい落ち着いた感じがして、すごい周りの緑とも自然な感じで、昔からある感じにね見えますよね。そう、溶け込んでますよね、めっちゃいい、すごい、まあ妄想もね、水かきもしっかりあるし、ここの頬の私はお肉のつき方が好きです。こうもっちりもつまったり、そうですよねなんか張りがあってね、いいですよね。美味しいものを食べて育ちましたねそうですよね、いいところの暮らしをされた感じがしますよね。この余裕がやっぱ、いやなんか本当に大仏前とした感じがして、なんか奈良の大仏さんとか東京大仏さんとか、なんかすごい堂々とした本当にいかにも大仏って感じがする大仏様ですよね。走行18メートルで鎌倉の大仏を超えました。あ、素晴らしい。すごいですよね。いや本当に何ですかね、ここの自然とぴったり。ぴったり。そう、このね、耳。はい、の長さだけで2メートルもあるんですって。なんか近くに行かないと分かんないですよね。分かんないですよね、ちょっと大きすぎて。すごい素敵。前来た時にラホツをね、まだ上に乗せる前だったので触らせていただいたんですけど、大きさどれぐらいでした？そう、私の手でもラホツ1個分全然包めないぐらい、ラホツ1個だけでこれぐらい。そうなんだ。でもね、大仏さんですもんね。そうなんですよ。いいよ。でさ、この大仏さんが見てる景色がまたいいんですよね。ねー、すごい見晴らしが、サマーランドとか見えてね、山々が。だからたまに電車がこう通ってね、中央線が。いいですよね。すごい本当に緑に囲まれてね、自然いっぱいですよね。いっぱい、こんな素敵なところにいらっしゃるなんて。これを見上げていられます ねこれずぐるっと一周見て見入れるので、ぐるっと一周してみましょうか。そうですね、一周するんだ、ランランラン、すごい、うわーでかい、なんかすごい、ほら後ろのこの衣がキュッとなってる感じ。おリアル、リアル、わー、ああいう衣の動きめっちゃ好き、ね、ちゃんと着てるね、ちゃんと着てる、はい、ここに作ってくれた方々の名前も刻まれています。すごい、後ろにもすごい、なんか肩のこのもっこり感もいい、なんか揺らぎもいいですね、このちょっとなんて言うんでしょう、鋳造で作られてる独特のね、あそこに
くさびがぷいってなんかあれは何かしら、なんかあれはなんかこう建設中に必要だったんじゃないですか、あれでなんか掃除とかするときに紐通すのか、あかもしれない、だって18メートルも登るの危ないですもんね。いやー、衣のこのひだもね、ひだがすごいリアルな、リアル、すごい、このレンゲンデのこのハスの花の一枚一枚でかい、うん、でかい、これ一枚シングルベッドは余裕で置けます、ね、すごい、ね、いやーいいなー、ね、このなんか手作り感が意外とあるんですね、この機械的に作ったというよりなんか粘土でこう固めた型をそのままにしてもらってる、ちょっとここもみほとけちゃんここもいいよ、この顔がほら、あーいいね、ここいい、まあ、素敵、なんか素敵なアングル、うん、あーすごい、ほんと頬とかむっちりした感じが、うん、いいですね、肩幅もこうしっかりしてる、ね、いやー素敵です ね、 ねー、すごい素敵、あらゆる角度から拝みたくなるね、いやこの見上げる感じがたまんないですよね、曇ってる方が見上げやすいですね、これ明るかったら逆光かもしれない、ね、眩しい、 いや耳のカーブ分かりますか、耳の、あはい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 、そこすごいリアルじゃないですか、ね、すごいリアルですよね、うん、すごい、やっぱでも衣のもたってとこもいいですね、ね、素敵、素敵、ポスターにするならこの角度かもしれないな、素敵、室内に入りまーす、いってらっしゃい、台座の中は暗いです、へー、いってらっしゃい、宝光寺の六夜大仏さん、中に入っていくとこのように螺髪が展示されていたり、お賽銭箱が中にあります、そしてその後ろにはガラス越しですけども、ハスの花に囲まれた金ピカのお釈迦様がいます。これはこの六夜大仏さんの模型となったものを置いているそうです。左右には美しい観音様がいます。願い札と呼ばれる絵馬みたいなものも売っています。すごく美しいお地蔵様もいて、これさっきの観音様と一緒の人が寄進したそうです。で、こうドーンドーンうん、休憩もできて、うん、鳥も鳴いてて、ここ東京ですよ、新宿から1時間半参拝の方もちょこちょこいますね、平日の昼間ですけれども、あいい感じいい感じなんかいろんな鳥の声聞こえますね、いろいろいます生まれたての姿を知ってるって思うと、あなんかこう愛着湧きません、すごい子供の頃知ってるみたいな、子供の頃知ってるみたいな、うん、ただ歩くで、ここに行くと鹿の湯があるんですよね、はい、ではご案内します、はい、この鹿の湯というのは温泉場の跡のことで、このお寺を作ったお坊さんが400年前に発見したものです。でこれはある一頭の怪我をした鹿がこの温泉が湧き出る場所に来ては足をつけて帰っていく、それを繰り返すうちに怪我が治っていった、そういう経験がありまして、ここを温泉場として開いた、そういうことで人々に人気が集まったよということで鹿の湯という名前がついています。怪我に効く湯として多摩地方でとっても愛された場所だったんです。今では祠が立っていて、そこには鹿の湯大権現といって鹿に立っている神様がいらっしゃいます。ちょっと写真うまく撮れませんでした。喫茶コーという売店ではめっちゃ可愛いグッズとか美味しいお土産が売ってます。すごいたくさん買っちゃいました。店員さんも優しい、ありがとうございます。塔の方はかなり立派に整備されています。ここもお庭の水の音がずっと流れてて、たくさん復興記念、素晴らしいですね。これを2代前の住職が成し遂げたから、最後悲願であった大仏を建立するのを一つ前の住職が八坂さんが成し遂げた、2代にわたりやってますね、四天王もいらっしゃる立派な門です。おお、利用様。ね、うん、二つあって、吐くように。でも、利用さんは大きいけど。個性豊かです。地蔵様じゃない、十六羅漢さんが。すごい、こ
この人眉毛を持って持ってしまう。すごいね、こんなに豊かな中根さんがずらっと言って、はい、ご案内します。すごいね。なんかすごい、すごい綺麗に座ってる。あ、本当だ。この人なんかすごい。すごい。面白い。あ、ここに六地蔵も。六地蔵がいて。はい。あ、更新塔もある。それで町に降りてきました。あ、ここが。方向寺さんの入り口ですよね。はい、方向寺さんお参りでした。ありがとうございました。